1977年の曲がり淵駅と周囲約500メートル範囲。左が南稚内方面。千鳥式ホーム2面2線と2本の副本線。駅舎横の貨物ホームへ引き込み線を持つ。駅裏南稚内側に、峠越え補機用機関車の転車台の跡を残している。かつては東側の山奥に炭鉱があり、町の東側に先端場があった。 そこから、本線の下を潜って、駅裏側の島ホーム正面にあったホッパーへ、トロッコ軌道が引かれていた。本線浜とんべつ側の南側に沿って敷かれた、軌道跡が残っている。閉山から13年経て、単重も撤去され、ストックヤードには、わずかな木材が望みされている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成曲りぶ駅は、北海道稚内市大矢座小江戸井村座曲りぶに、かつて存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はまか。天根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で、単式ホーム、島式ホームを複合した計2面2線のホームと、線路を有する地上駅で、 列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と、島式ホーム中央部分を結んだ、構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが、上りの一番線、対向側ホームが、上下共用の二番線となっていた。その他、島式ホームの外側に二線を側線として有しており、一番線の、音いネップ型から分岐し、 駅舎東側の切り欠き機部分の貨物ホームへの貨物測定を一線有していた。職員配置駅となっており、木造駅舎は校内の北側に位置し、一番線ホーム中央部に接していた。当駅が所在していた地名、地・曲がり淵より、1960年代前半までは炭鉱で栄えていたが、現在はわずかな集落が残るのみである。 2010年時点では、町外れに露天掘り炭鉱の跡が残存している。時期不明だが、国鉄時代に駅名が曲がり駅から曲がり駅に変更されている。ちなみに、郵便局は曲がり郵便局が2006年に廃止され、曲がりぶ郵便局が設置されたが、主務社員ではどちらも、縁を使用していた。曲がり駅後2001年時点では、 曲り淵ふれあい公園に整備されており、駅名標を模した看板が設置されていた。また駅前にあった植え込みがそのまま残存していた。2010年時点では公園は同様であった。また2011年時点ではバス待合所の建物が建築されていた。周辺の道路標識には曲り淵駅と記載されたものが使用されている。現在は住宅が建てられている。 また、駅周辺の路盤は、北海道道138号豊富サルフツ線に転用されている。なお、天根北線代替バスの再編後、2011年より運行されていた、宗谷バス、曲りぶ線は、2020年3月末をもって廃止され、乗り合いタクシーに転換された。1987年4月時点で、当駅を着駅とする。 区間列車が上り一本設定されていた。ありがとうございます。